マリオシリーズ、マリオアーティストシリーズ、マリオアーティストシリーズは、任天堂64の周辺機器 64DD 専用のゲームソフトシリーズ。発売元は、任天堂。静止画や動画、立体モデルの作成、作成したもので遊ぶことを目的とした、クリエイティブツール群であり、4作が存在している。マリオアーティストシリーズは、64DD の発表当時から、 ゲーム史などで存在が公表されていたソフトだったため、ある程度の認知度があったが、ランドネットの会員のみに配布、もしくは追加販売という形式が取られ、店頭での一般販売はされなかったため、ソフトの存在は知っていても実際にプレイしたことはないという人の方が多い。マリオペイントの続編的な位置づけを持ったシリーズであり、犬のアイコンで一段階だけ操作を元に戻すことができること。 爆弾のアイコンで一つ上のモードの画面に戻ることができること、セーブロード時の音楽などが継承されている。マリオアーティストシリーズや巨人の土神はセーブ領域の確保という理由から磁気ディスクで発売する必要があり、ロムカセットへの移行はできなかった。ランドネットの事業終了を受けて 64DDO として開発されていたソフトのうち動物の森などいくつかは、 ロムカセットに移行し発売されたが、同様に西部領域の確保ができなかったソフトは、日の目を見ることなく消えていった。64DD の購入者数が少なかったのは、対象年齢を無視した厳しい購入条件が主な原因であるが、実際に発売された対応ソフトが、このマリオアーティストをはじめ、人により、興味と好みが、はっきり分かれるタイプのゲームばかりに偏っていたことも、 一員として挙げられる。セーブは1本のソフトあたり10個のボックスにそれぞれ70個までデータを保存できる。ただし、容量がいっぱいになればそれ以上セーブすることはできない。ボックスや作品には名前を付けることが可能で、ひらがな、カタカナ、アルファベット、特殊記号、漢字が使用できる。漢字の変換機能はなく、音読みから探して表から直接。 選択入力しなければならない。64DD では半分以上のデータに新しいデータを追加したり、ソフト間でデータの交換を行うことにより遊びを広げるという構想が存在した。マリオアーティストシリーズはその核となる位置づけであり、シリーズ間では様々なデータの流用が可能であったが、64DD 対応ソフトが非常に少なく終わったため、 シリーズ以外のソフトとのデータ交換はほとんど行われないままとなった。制作、使用できるデータは以下の通り、各ソフトとも最終目的が存在しない類のソフトであるため、タイトル画面で B ボタンを押すことでスタッフロールを見ることができるようになっている。ペイン n スタジオは1999年12月11日に 64DD 本体とともに、 ニンテンドー64マウスを同梱して配布、追加販売されたペイントソフト。開発はソフトウェアクリエーションズホールディングズとの共同。マリオペイントと比較すると絵を描くための様々な機能の拡張や追加、保存できる作品数の大幅な増加、キャプチャカセットやポケットカメラから画像キャプチャを行うことが可能となるなど、 ペイントソフトとしての機能は大幅に向上している。その一方、音楽の作成がなくなり、簡易なアニメーション制作は不可能となった。また、マリオペイントでは可能だった自作パターンによる塗りつぶしもできなくなった。アイコンを選択して機能を使い、平面にお絵かきをするモード。制作した作品は 2D 作品としてセーブすることができる。 マリオアーティストシリーズ内の様々なモードから素材をセーブして持ってくることが可能であり、逆に持ち出して使用することも可能である。お絵かきには4人まで同時参加が可能だが、その場合一部のアイコンの使用に制限がかかる。何も作業していない部分、または消しゴムで色を消した部分はコピーなどの際には透明なものとして扱われる。ただし、色のある部分と、 透明な部分の境界にぼかしがかかるような処理をした場合、そこは半透明としては扱われず、画面に表示されている通りの不透明な色として扱われるため、作業の手順に注意が必要である。最大35コマのアニメーションを作成できるモード。作成したデータはパラパラ漫画としてセーブされる。基本的な操作は 2D ペイントと変わらないが、 一コマ前の絵をコピーする機能と重ねて、半透明表示する機能が使用可能になり、少しずつ違う絵を描いていくことが便利になっている。一方、用紙サイズは小さいものに限られる。用紙切り替えは不可能などの制限もつく。コミュニケーションキットでアップロードできる作品は、通信速度と容量の都合上14コマ以内に限られていた。 マリオペイントの簡易なアニメーション作成法と比べると、作業のハードルが高く、また、音楽の制作も用意されていなかったため、楽しみにくくなっている。キャプチャーカセットから動画を取り込むことも可能である。また、2D 作品をこの中の1コマとしてロードしてくることはできるが、逆にこの中の1コマをセーブして持ち出すことはできない。ネットギャラリーでは、パラパラ漫画としてではなく、 イラスト集としてデータを作成、アップロードされることもあった。このモードはポリゴンで構成された 3D ワールドを楽しむモードである。まずは用意された海底、恐竜時代、火星という3つの世界を探索し生息する生物の写真を撮ることで自分の好きなように塗り替えることが可能になる。また塗った生物を再び 3D ワールドの中で鑑賞するという遊びができる。 ここで撮った写真は 2D 作品としてセーブすることもできる。また、モデルの塗り方のデータはワールド単位でこのモード専用の 3D ワールドとしてセーブできる。このモードの内容はクリエイターやクライマーという発売中止となった Nintendo 64用ソフトが吸収されているものらしい。上段のボックスに保存された作品が順に表示され、それを鑑賞するモード。 タレントスタジオは2000年2月23日に任天堂 t e n 64キャプチャーカセットと任天堂 t e n 64マイクを同梱して配布、追加販売された 3DCG の人物モデル。また、それを使用したムービーの作成ソフト。内容はポリゴンで作成された人形であるタレントの作成。それらを使用したムービーの作成の2段階になっている。これらの制作モードには、 部品や動作をランダムに設定させる楽チンスイッチが用意されており、偶然に任せて作られたものを楽しむこともできる。パソコン用の同種のソフトと比べれば、機能の制限は厳しいものの、その機能の制限が逆に制作をわかりやすくしている面もある。このソフトは、宮本茂がファミリーコンピュータのディスクシステムで試作した似顔絵ソフトが、 元となっているが、作った似顔絵で何をするのか、というところでとんざし、発売には至らなかった。このタレントスタジオでは、そこに、ムービー制作という目的をつけて一本のソフトとして、完成し、発売することができた。その後、任天堂では、タレント作成を非常に細かく作り込むことができる、方向性で発展させた、任天堂ゲームキューブ用ソフトを開発し、 2002年と2003年の E3 においてステージデビューという名前で発表した。これは内部で真似人と呼ばれていたもので、任天堂により真似人の商標が取得された。しかしこれも作った人物で何をするのかが決まらなかったためソフトが発売されることはなかった。そして Wii では本体機能としてタレントスタジオのタレント作成から機能を大幅に、 限定した簡易な形で、ミーが搭載された。これにより、宮本の当初の企画は、タレントスタジオを経て、人物の作成を中心とした単体のソフトとしてでは、なく、様々なソフトに流用できるプラスアルファの機能として、再び世に出ることとなった。なお、同梱品のキャプチャーカセットとマイクは複数持っていても、意味がないものであるにもかかわらず追加販売のものにも、同梱されていた。 タレントを作成するモード。ここでセーブされたものはタレントとしてセーブされる。このモードの基本画面で表示されているタレントは放って、置くと踊り出したり寝たり、体の各所をクリックするとリアクションを取ったりする。自作または既存の素材を使ってムービーを作るモード。ここでセーブされたものはムービーとしてセーブされる。出荷時のセーブ領域の中には、 当時、任天堂の社長であった山内博士が登場しに苦戦を聞くことができる社長からのご挨拶というムービーも収録されていた。内容は購入者に対してお礼のメッセージを述べるものの、秘書らしき女性の声に配布されるものであるとツッコミを入れられた挙句、帰り際にこのソフトの内容を知らないことを暴露するというものであった。これは通常の作品と違いロックされており、 制作用モードに入ることが不可能な珍しいものである。これは音声の扱いが特殊であるためと思われる。同様の作品をユーザーが制作することは不可能で同形態のものはマリオアーティスト甲子園において伊集院光からの応援メッセージが配信されたのみとなった。タレントを見るでは一つのボックスの中にあるタレントを一括して一人ずつ 順番にファッションショーのような形式でステージを歩くのを鑑賞することができる。ここでは終了時に出演した全タレントによる記念写真が撮影され、その写真は 2D 作品としてセーブできる。ムービーを見るではタレントスタジオ内にセーブしてあるムービーを8本までセットでき、セットした順番で鑑賞することができる。コミュニケーションキットは2000年6月29日に配布。 追加販売されたインターネットを利用して自分のマリオアーティストシリーズの作品をアップロードしたり他のユーザーの作品をダウンロードするためのソフト通信機能は株式会社アクセスのネットフラントが搭載されたアップロードやダウンロードの際には一旦このソフトにセーブすることが必要になるまたそれとは関係なくバックアップとしてデータを保存することも可能 キャプチャカセットを使ったキャプチャーで遊ぶモード他のシリーズで使用できるサンプル作品も収録されている。このソフトにはマリオブラザーズ、クルクルランド、スポーツシリーズ等のニンテンドーのファミコン時代のゲーム音楽が流用されていた。64DD によるネットサービスを運営していたランドネットはこのソフトを使ってネットスタジオを運営していた。ネットスタジオは このコミュニケーションキットを使う作品のやり取り専用のサイトとその情報を扱うためのランドネットディスクを使用して閲覧できるランドネットファン内のコーナーに対別できるこれらの通信を利用するサービスはランドネットの終了と同時に打ち切られたため現在は利用することができない以下はコミュニケーションキットで利用できるサービスについて記述するアップロードできるデータの種類は 2D 作品、パラパラ漫画、タレント、ムービー、3D 作品、ステージ作品の6種類のみ。アップロードする際には、ペンネームが必要であり、1枚のディスクに最高5つまで登録できる。登録する際には、ランドネットから同じ名前を使っている人がいないかのチェックを受け、すでに使用されている名前であった場合、登録は却下される。ダウンロードする作品を選ぶ際には、 ソフト内で管理されているのと同様のサムネイルが表示される。この表示はオン・オフの切り替えが可能だが 64DD の通信能力では1画面を表示するのにも多大な時間がかかったためオフにしていた人も多い。ネットギャラリー不特定多数のユーザーに対して作品を公開するサービス。作品内容が肖像権や著作権、公序領族などに触れていないか、 ランドネットにより審査されるため、実際にダウンロードできるまでには数日かかった。すべての作品が、そのアップロードされた日時順に分けて展示されていたほか、下のようなコーナーにも合わせて展示されていた。イベント何らかのイベントのため作品をアップロードするための、また応募された作品をダウンロードするためのコーナー。ここに応募された作品に改良を加えたものが、ドガの CG コンテストに入賞したこともある。行われたイベントの内容は以下の通り。ネタあげるよ。作品の素材をユーザーがお互いに提供する目的で作られたコーナー。リストも設置されておらず、ダウンロードしてみなければ、どのような素材かわからないようなものもあり、あまり有効には機能しなかった。有料ダウンロード有名人が作った作品等を、 その名の通り有料でダウンロードできるというサービスが予定されていたが実際には何も行われなかった。また参加が有料であるイベントにアップロードするサービスも予定のみに終わった。ランドネットによるサンプル作品やトレードバトルカードヒーロー等の任天堂オフィシャル画像の配信も期間限定の別コーナーで行われてはいたがこれらはすべて無料だった。 キャプチャーカセットから取り込んだ画像で遊ぶモード。様々なエフェクトをかけて鑑賞したり、その画面を撮影して 2D 作品としてセーブすることができる。また、分割パズルにして遊ぶこともできた。メニュー画面下やや左の空白部分にカーソルを合わせるとおまけの項目が現れる。ここには他のシリーズで使用できるサンプル作品が収録されており、一旦、 セーブ領域にセーブした後に各ソフトに持ち出すことができる。ポリゴンスタジオは2000年8月29日に配布された 3DCG モデル作成ソフト。当初は4月に配布される予定であった。ニンテンドーと日面グラフィックス株式会社の共同で開発された。ただし説明書によればこのソフトのコンセプトは作ったものを動かして遊ぶことであり。 3DCG を制作することよりも、その後モデルを利用して、サブゲームを遊ぶことをメインとして想定されている。マリオアーティストシリーズにおいては、このソフトだけが配布のみで販売がされていない。自由にポリゴンモデルを制作するモード。ここでセーブした作品は、3D 作品になる。ここで制作した 3D 作品は、ブロックドームで、 ブロックの中の一つとして使用することもできる。また、タレントスタジオでタレント一人分と入れ替えて出演させることが可能であり、一つの 3D 作品の中に使いたいものをいくつも詰め込み部分ごとに使用されることもあった。20のブロックとモデラーロケットで作った一つの 3D 作品を使ってポリゴンモデルを組み立てるモード。ここでセーブした作品はブロック作品になる。 簡単に作るというモードは、このブロックドームの機能限定版であり、任意のブロックの選択や、3D 作品の使用ができず、サンプルの作品のブロックを入れ替えたり移動させるだけの、ものである。作成したモデルを操作して、世界を探検するモード。ブロック作品を操作して、立体世界のところどころに散らばっている、道理よくブロックを探すという内容で、 スーパーマリオ64のような 3D アクションゲーム仕立てになっている。ここで取得したブロックはブロックドームで使用できるようになる。移動能力の高いブロックを取得してブロック作品に組み込み探索範囲を広げながら全ての部品の入手を目指す。ブロック全取得後は目的がなくなるが制作した作品の遊び場として利用することができる。 スタート地点である、はじめターミナルから、地上の、ポリゴネシアと上空の、空中庭園、ポリゴナーという世界に繋がっており、さらにそこから、滑り滑り、アクアリウムな午後などのステージに進むことができる。このモードには発売中止になった、バギーブギーという任天堂 t e n 64用ソフトの、内容が吸収されているらしい。ブロック作品が崖直前の光が差している範囲に、止まるように、 マウスやコントローラで力を貯めた後発射するというチキンレースのようなゲーム。レベルが上がると光の差している範囲が狭くコースの起伏が激しくなり力の調節が難しくなる。力を貯めすぎると当然崖の向こうの海に落ちて潰れてしまう。3ステージで構成されクリアすると再び同じ内容のゲームを繰り返す。それぞれの崖との距離が 最も小さいスコアとすべてのステージで一番遠くに落ちたスコアが作品の小さい画像と共に記録される。作成したブロック作品が登場するごく単純で短いゲームを軽快な音楽に乗せながら次々にクリアしていくというゲーム。4回失敗してしまうとゲーム終了となる。このゲームはメイドインワリオの原型となったことで知られる。登場するミニゲームは 以下の通りでこれら8つを一周とする。ミニゲームの出現する順番はランダムで、一周するごとに曲調が変化し、画面に表示されるゲーム名の言語は、英語や中国語風の漢字に変更される。さらにゲームスピードが速くなり難易度も上がる。三周できれば、一回分のミスが取り消しになる。内容は、メイドインワリオへ受け継がれているが、登場する。 ポリゴンモデルをワリオに置き換えるなどの変更がされている。ブロックドームで作ったブロック作品を展示するモードで選んだステージにブロック作品全体を一つとして拡大縮小、回転、移動して展示し、それにエフェクトなどを加えることができる。このモードでセーブするとステージ作品となる。その時選んでいたステージだけでなく選んでいなかったステージでの編集内容についても セーブされている。また、このステージ作品は、ある程度自由なアングルで写真を撮ることが可能であり、撮った写真は大きいサイズの 2D 作品としてセーブされ、ペイントスタジオで編集することができる。作品をセーブするボックスの中から一つを選び、順番に自動で表示されるのを鑑賞する。作品の形態は問われないが、写真に撮った 2D 作品は鑑賞できない。 この4作のほか、第5作目として、マリオアーティストサウンドメーカーの発売が予定されていた。音楽を作成できるという内容であったが、スタッフの小室哲也が関わったとされるもう一方の 64DD ソフトサウンドメーカーと内容が重複するという理由から開発中止となった。なお、一方のサウンドメーカーも結局発売されることはなかった。ありがとうございます。